三味牧陽子さん二位カリナさん40代のかっこいい女優女性タレント芸能人有名人の人気度や将来性について定期調査を行っている株式会社アーキテクト東京都港区が運営するタレントパワーランキングサポーティットバイ DMMIX はこのほどかっこいい女優女性タレントランキングの結果を発表しました同ランキングによると代では 柴崎孝さんが1位に選ばれたそうです。写真1位は柴崎孝さん。同社は1都3県在住の10から60代男女4400人を対象に実施された調査をもとに芸能人や有名人の認知度、顔と名前を知っていると、誘引率、痛い聞きたい知りたいのデータを掛け合わせて算出された独自の指標、パワースコア。 をもとにタレントランキングを作成しています。本調査は、2024年度に行われた調査を利用し、世間がかっこいいイメージを持つ女優、女性タレントを人気順に上位6人ずつ選出し、ランキング形式でまとめたものです。トップ3の結果は以下の通りです。40代、かっこいい女優、女性タレントランキング。1位、柴 1998年に芸能活動を開始し、女優業と並行しながら CD シングル、トラストマイフィーリングス2002年で歌手デビューしました。現在は2016年に自身が設立したエンターテインメントアパレルセレクトショップなどの事業を展開するレトロワグラース株式会社の代表として活動しています。2018年には、 環境特別広報大使に任命されました。近年の主な出演作は映画沈黙のパレード2022年やアメ映画君たちはどう生きるか2023年などです。2023年11月にこれまで出演してきた作品の主題歌、挿入歌などをカバーしたアルバムアクターズ・ザ・ベストメロディーズ・オブ・スクリーンズをリリースしました。2位カリナ ファッション誌の専属モデルを務め、ドラマ、カバチタレ。2001年で役者としてのスタートを切りました。近年の主な出演作は、ドラマ、100万回言えばよかった20、2023年や、映画、そして僕は途方に暮れる、2023年などです。愛犬家としても知られ、ペット用ブランド、ベスティーズ、ベスティーズのプロデュースをしています。また、 女性誌、ジンジャーの連載で SDGs についての意見を述べるなど、幅広く活躍しています。3位、牧陽子。2001年に女優デビューし、映画、バトルロワイヤルに沈魂化、2003年、ザ・ジュオン、ジュオン、2005年など多くの話題作に出演し、知名度を上げました。自身の SNS で、役者ならそのままで人間臭く,くあるべき、と持論を語っており、 内面にもリ,リシャを感じられます。近年の主な出演作は、ドラマ、ボイス110緊急指令室シリーズや映画、次元大介2023年アンダーカレント2023年などです。出展。タレントパワーランキングサポーティットバイ DMMIX。かっこいい女優、女性タレント年代別でランキング。クールな女性の魅力をチェック。 タレントパワーランキング